しぶきを感じたり。ご存知ですか、多くの者が雪深い城郭の山を登って刃に炎がまとう秘密の技を探してるそうです。刃に炎か、それがあれば寒い地で役立ちそうだ。だがなぜ皆その秘密を知っておるのだ。琵琶法師です。その話が心に響いたのか、大勢が山に挑んでいるとか。俺も聞いてみたいものだな。まだ麓にいるかもしれませんね。長居するとは思えませんが。鳥はいいよね、いつものようにさえ。火をついてくれ。火はつきそうか。残念ながらこの濡れた薪と凍えた手では。変わろう。これほど寒いとは。暖かいところへ行け。そういたします。ですが今は火を囲み、この山の言い伝えをお聞きあれ。ある年に穂村天から城郭の山の峰ぞ落ちけるに、由々しき者の府城郭の崖を登りて穂村堤し岩王を見いずる。刃で穂村振らるれば、穂村は鋼堤めども、己神はこともなし。暗示いだしたるその技を穂村の剣と名付けたり、岩王のかけらを切り出して渡りたるは唐の国、これいずこより来たるかと僧侶博士に尋ねたり、旅を続けていくとせか、またも穂村の落ちぬれば、もののふう民に恐るるなかれと解き聞かす。穂村の剣は天よりの授かり物と信ずれば、もののふうこれを隠さず望む者に伝えり、師から弟子へと伝えられ、ただ猛虎のみ技を継ぎ、対馬の民をなでぎりに。されど噂の聞こゆるは城郭山の頂で、穂村は待てり勇者来たらん。お主、話の真偽を知るために山を登るのか。滅相もない。ですが浪人に語り聞かせたところ、山に向かったようで光栄死んでおらぬとよいのですが。山が隠し持つ秘密を探ろう。
寒いな。かじかんできた。このままでは凍える。火はないのか。このままでは凍える。時間できた。寒すぎる。もうダメだ。さあ、火のそばへ来てください。助かった。お主は無事か。心は擦り切れましたかね。険しい山であるからな。頂には何を望むのだ。答え、権力。何でもいい。火の剣ならばこの寒さもしのげましょう。そうであろう。あなたなら登りきれそうだ。どうかお達者で。住みなさしのことで悩まされるに済むな。寒いな。早く体を温めねば。火はないのか。焚き火があった。休もう。
頂についた者はどれほどおるのだろうか。寒いな。かじかんできた。このままでは凍える。あの焚き火までたどり着ければ。早くつけ。少し休もう。寒いな。どう？かじかんできた。このままでは凍える。このままでは凍える。かような地に道場。よくぞいらした。おつらかったでしょう。酒井陣だ。よもやここに人がおるとは。頂に着いたのはあなたが初。穂村の剣をお探しですかな。猛虎が火をまとった武具を使っておるのだが。それは我が祖先から賜った贈り物でしょう。俺にも授けてくれ。お主の武芸の何たるか猛虎に見せつけてやる。小石を拾った後に私と手合わせしていただきます。さすれば穂村の剣を伝授いたしましょう。あやつと剣を交えれば技を得得できる。
剣を侮ってはなりません。さあその石を太刀に打ちつけてください。待ちなさい、炎に身を捧げるのです。さてここまでといたしましょう。そうか、殺し合わずに済んで安心いたした。対馬にあだなす者に使うことにしよう。無事に得得したからといって天からの授かり物であること忘れてはなりませんぞ。いかがなされた、酒井殿。なぜここに道場が建てられた。先祖代々ここで修練を積むのです。俗世から離れたこの地で。お主もか。私はここに暮らし教えを伝えております。いつか次の者が現れましょう。よくぞご無事で。命を落としかけたが穂村の剣得得したぞ。火は操れるものではありません。何とぞ陰陽を焼かれませぬように。炎に包まれるのは猛虎のみだ。Thank you.